お、質問来てるぞ。大山さんはユニクロと無印良品のカバーオール、どっちをおすすめしますか？いやー、難しい質問だな。これ先日無印紹介したけども、ユニクロのカバーオールもすごくいいんだよな。よし、これはもう実際に両方を買って、皆さんに徹底的にレビューしなきゃな。ということで、皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロ VS 無印良品、最強のデニムカバーオールはどっち？というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ僕自身ですね、カバーオールというアイテムが大好きで、結構な数持ってるんですね。まあ動画の中でもよく着てるので、皆さんもですね、あ、この人はカバーオール好きなんだなというイメージをお持ちかなと思うんですが、皆さんの想像の 2.3 倍ぐらいですね、僕はデニムのカバーオールが大好きなんですね。まあいろいろと理由があるんですね。デニムのカバーオールというのは丈の長さで言うとロング丈のコートよりはぐっと短いけども G ジャンなんかに比べると丈微妙に長いのでお尻がですね結構隠れる分カジュアルすぎない見た目になっているというところですね。そして素材はデニムなのであまり気を使うことなくガンガンに使えるというですね使い勝手の良さ、このあたりも含めて僕にはですねドンズバで役立つアイテムなんですね。そんなカバーオールの良さを皆さんにお伝えしたいなと思って、先日無印良品のですねカバーオールもご紹介したわけなんですが、ここで一つ問題が出てしまいました。今期ですね無印良品のカバーオールは素晴らしいんですが、なんとユニクロにもですね素晴らしいカバーオールがあるんですね。まあ、早速皆さんにお見せしたいなと思います。どちらもですね実際に購入して手元にあるわけなんですが、こちらが先日ご紹介した無印良品のカバーオールですね。非常に完成度は高くて良い意味で無印良品らしくないんですね。サイズ感もオーバーめに振ってありますし、すごく今のトレンド感を意識したようなアイテムになってるんですね。一方でこちらユニクロのですねカバーオールというですね名称ではなくてユーティリティジャケットという名称でこちらは販売されてるんですね。まあ、先日ですねグレーのユーティリティジャケットもご紹介しましたが、そちらのデニムバージョンですね、まあ、デザイン見比べていただくとほぼ同じなんですね。ユーティリティジャケットというとミリタリー由来のですねアイテムなわけなんですが、ほぼほぼ同じようなジャンルになっていて、素材もデニムというところではすごくですねバッティングするアイテムかなと思います。ですので今回はこちらの2つをですねそれぞれ着比べながら、どちらがより最強なのかをですね皆さんにお伝えしていきたいなと思っています。ただ最強といってもですねそれぞれの良さがあるので、人によってどちらを選ぶべきなのかは変わってくるかなと思うので、そのあたりも含めてしっかりめに解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね実際にそれぞれ着用しながら違いを皆さんにですねしっかりめに解説をしていきたいなと思ってるんですが、先日無印良品のデニムのカバーオールに関しましては皆さんにレビューを出していますので、今回はユニクロの UTT ジャケットをメインにですね解説をしながら、ところどころで無印良品のデニムカバーオールとの違いをですね皆さんにお見せするような形で展開をしていきたいなと思っています。まず基本情報から皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、僕が着てるのはユニクロの UTT ジャケットかっこデニムで、サイズはですね M を選んでいます。僕は身長164センチ53キロで小柄の体型なので、普段服を選ぶときには圧倒的に M が多いです。先日ご紹介した無印良品のカバーオールに関しても M サイズを購入したので、こちらは比較ということで同じく M サイズを購入しました。で、価格は4990円になっています。まあいろいろと比較する項目があるんですが、まずは価格の面から比較をしてみるとですね、ユニクロが4990円に対して無印良品に関しては7990円なので、結構な価格の差があるんですね。まあ、僕の中で結構ユニクロと無印良品って同じくらいの価格帯かなというような印象があるんですが、結構こちらのカバーオールに関しては価格の差が明確につきました。無印の7990円も決して高いと思わないんですが、ユニクロの4990円という価格には結構驚きがありましたね。まあ、この値段でこの価格というところの驚きで言ったら、やっぱりユニクロの方がよりですね、価格面では優位性が高いのかなとは思っています。続いて見ていきたいのがサイズ感なんですね。ここは明確な違いがあります。僕が今着ているこちらのユニクロは M サイズなんですが、やはりですねユニクロらしいベーシックなサイズ感かなと思います。決してタイトなわけでもないんですが、トレンド感をしっかりと捉えたようなゆとりのあるような雰囲気ではなくて、ジャストサイズにほんのりゆるさを加えたぐらいの感じで、ベーシックで使いやすいサイズ感かなと思います。ですので多くの男性にとってはユニクロのデニムカバーオールの方が
サイズ感が読み取りやすいかなと思います。一方でちょっと見ていただきたいんですが、無印良品のカバーオールを着るとこんな感じなんですね。同じ M サイズでもサイズ感かなり変わってきます。無印良品の方がゆとりがあるんですね。着丈もちょっと長めですし、身幅もあります。肩の雰囲気なんかもちょっとゆとりがあるので、同じ M サイズでもだいぶトレンド感が漂うのが無印良品かなと思います。ですので、サイズ感で言ったら個人的な好みは無印良品です。トレンド感が漂っていて、今っぽさを優先したいのであれば無印良品が軍配が上がるかなと思ってまして、ユニクロはベーシック化の大人の男性にはすごく使いやすいかなと思うので、そのあたりは好みで選んでいただければなと思っています。で、デザイン面はそんなに違いがないですね。まあ、デニムのカバーオールというと、まず左胸にポケットがあって、両腰部分にもポケットがある、これがですねベースデザインになってるんですね。このあたりは大きな違いはありません。ポケットの形状もこの端っこ部分が角張っているような感じですね。そのあたりも含めて非常に近しいので、そこまで大きな違いは見受けられないかなと思います。あとはボタンの形状ですね。それぞれ違いがありまして、ユニクロはブラックベースで本体に馴染ませるような少しカジュアル感のあるような雰囲気なんですが、無印に関してはメタルになっていまして、よりカバーオールのカジュアルさがですね、引き立つようなデザインになってるかなと思います。このあたりも好みですね。個人的には無印良品のボタンの方がカバーオールっぽさが出てるので好みかなというふうには感じています。ただそこまでですね、決め手になるような箇所ではないかなと思うので、それも頭の片隅に置いていただければなと思います。そして、サイズ感と並ぶぐらいですね、大きな違いとなっているのは色合いですね。ここが両者で明確な違いがあります。ちょっと並べてみましょうかね。無印良品に関しましては結構ですね、色が濃いんですね。ウォッシュもかかっていて色落ちはしているんですが、割とですね、デニム本来の濃い色合いになっていまして、このあたりはクリーンに見えるのが特徴です。一方でユニクロのこちらの UTT ジャケットに関してはしっかりとウォッシュがかかっていて色落ち感が楽しめるような、そんな雰囲気に仕上がってるんですね。このあたりの好みは明確に分かれるかなと思います。で、個人的にはどちらが好きかというと、ユニクロですね。この色合いは非常に完成度が高いかなと思いました。まあ、無印良品のデニムのカバーオール、素材感悪くはないんですが、かといって感動レベルにいいかというと、まあ、ベーシックで使いやすいかなというレベル感なんですね。一方でユニクロの方は、色落ち感があって、ちょっとカジュアルではあるんですが、決してやりすぎ感もないですし、適度なクリーンさもありつつ、でもデニムの加工の雰囲気も味わえるというところで、すごくバランスがいいんですね。もうちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、色落ちの雰囲気すごく良くて、ステッチの部分だとか先端の部分には当たりが出てるんですね。ちょっと色が落ちていて、ヴィンテージライクな雰囲気がしっかりと出てるというところ、ここもなかなかバランスがいいですね。ちなみに袖の部分もですね、ボタンがついていまして、無印良品はこのボタンがついてないので、ディティールに関してはユニクロの方がちょっと完成度が高いなという印象があります。で、ステッチの色合いなんかもちょっとこう色あせ感があって、全体の雰囲気と合わせながら、しっかりとですね、ステッチが使われてるのも印象的で、非常に完成度が高いなと思います。やはりユニクロはアパレル専門で、このようなヴィンテージライクなデニムもですね、もう本当にたくさん作ってきてるので、加工がこなれてるというところは大きな違いの一つかなと感じました。4,990円でチープさがなくて、しっかりと加工をしてあるというところで言うと、生地の雰囲気は僕はユニクロがいいんじゃないのかなと思います。ただ、無印良品の方はクリーンに見えるので、大人の男性が着るという意味では、適度な綺麗さというところを担保できるので、そのあたりには優位性感じるので、結構ここも人によって評価が分かれるところかなと思っています。で、まとめると、ユニクロのカバーオールは、まず色合いですね。これに関しては、ちょっとヴィンテージライクな仕上がりになっていまして、色落ち感が楽しめるので、よりカジュアルな見せ方をしたい方には、すごくドンピシャでハマるかなと思います。一方で、サイズ感はジャストサイズ目なので、ぜひ皆さんには、ワンサイズアップで選んでいただきたいなと思うんですね。ジャストサイズ志向の方はいつものサイズでいいかなと思うんですが、個人的には M だとちょっとコンパクトだなと思ってまして、無印良品ぐらいのサイズ感の方が今っぽくてトレンド感もキャッチアップできるので圧倒的に好みなんですね。なので僕の場合は L サイズがいいなと思ってまして、先日ですね、グレーの UTT ジャケットを皆さんにご紹介しましたが、そちらが L サイズだったので、ぜひこちらを見ていただきたいんですね。このような形でワンサイズ上げることで無印良品のカバーオールとサイズ感が近づくんですね。そうすることでユニクロのちょっとサイズ感がジャストっぽいなっていうところはある程度解消することができるので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思います。価格帯で言ってもやっぱりユニクロは優位性があるので、より買いやすいというところではユニクロが強いかなと思うので、総
合的に見ると結構ユニクロの UTT ジャケット完成度が高かったかなという印象です。でもこれはどのような視点で見るかによって全然変わってくるんですね。服がすごく好きでヴィンテージライクな古着っぽい感じの雰囲気が好きな方はやっぱりユニクロの方がいいかなと思うんですが、第三者から見て好印象が得られるような雰囲気で言うと無印良品の方がクリーンで僕は印象がいいんじゃないのかなと思います。色落ちの雰囲気だとか、まあ、サイズ感に関してもゆとりがあるんだけども決してやりすぎ感がないようなバランスになっているので決してだらしなく見えることがないんですね。ですので女性からだとか第三者から見た時の綺麗さで言ったらやっぱり無印良品の方が評価が高いかなと思うので、これは結論はなかなか出しづらくて人によるかなと思います。一個人としての大山俊はユニクロの UTT ジャケットのワンサイズ上が一番いいバランスかなと思ってまして、だけどこちらのチャンネルとして大人の男性に推奨したいものとしたら無印良品かなというところなので、このあたりはぜひ皆さんの好みで使い分けていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では僕が大好きなデニムのカバーオールですね、ユニクロ VS 無印良品ということでそれぞれを実際に着ながら皆さんに比較動画をお届けさせていただきました。まあ、結論どちらもいいんですよね。それぞれ良さがあって同じデニムカバーオールというですねジャンルではあるんですが全く方向性が変わってくるので、どちらがしっくりくるかは結構試着をしてみないとわからない方が多いかなと思います。カジュアルなユニクロか綺麗めな無印良品なのか、このあたりで、まあ、ざっくりと覚えておくといいかなと思ってまして、トレンド感を重視したい方だとかファッションがすごく好きな方は結構ユニクロのものの方がいいかなと思ってまして、一方で第三者視点だとか女性からの評価というところをある程度加味したい方は無印良品の方がよりですねバランスよくハマってくるかなと思うので、自分の考え方だとかどう見せたいのかとかそういったコンセプトによって全然選ぶべきものが変わってくるというところが結構楽しいポイントだったかなと思っています。数年前まではユニクロと無印良品というとやっぱりですね近しい部分がありながらも圧倒的にユニクロの方がトレンド感があって、しかも価格帯も優位性があって強かったんですよね。本当に比較してもユニクロが勝つことが多かったんですが、最近は無印良品もトレンドを意識したようなものをちょこちょこと増やしてきているので、今回のデニムカバーオールでもサイズ感で言ったら断然無印良品の方が今っぽかったんですね。これがここ数年の大きな変化で、まあ、このようなアイテムというのが無印良品の中でも今後少しずつ増えてくるかなと思うので、この両者の対決というのは結構面白いかなと思っています。ですのでこれからもですねユニクロも無印良品も個人的にすごく好きなブランドではあるので、同じジャンルの中で比較するような動画もお届けしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんの方でもリクエストがありましたらコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができないセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営します YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいた質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。まあ、それだけではなくて参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。